何のつもりや。お姉ちゃんは今日から私とここで暮らすのよ。いや、私の部屋やん。自分の部屋行きよ。そうはいかない。お姉ちゃんと過ごす時間を増やすために、お姉ちゃんを外へ出すわけにはいかない。いや、私ほとんど外出ないし、なんなら葵の方が外出る機会多いやろ。細かいことはいいんだよ。ここは今、愛の通行止め中なんだよ。こいつ自分が何言ってるのか分かってんのかな。とりあえずトイレ行きたいからどいてくれや。どかないよ。漏れるんですけど。もう満体だよ。問題ようあるやろ。それなら私が。やめろ。ご家族で見れるのが、ことの花ぐる姉妹の売りなんやぞ。すみませんでした。クソ。この手だけは使いたくなかったが。何する気？ペーパーマリオで学んだこの奥義。しかと見るがいい。お姉ちゃん。お姉ちゃんが消えた。じゃあトイレ行ってきます。愛の通行止めが、というわけで今回は、へんてこな道路標識を見ていくよ。レッツロードサイン。ああ、すっきりした。お姉ちゃんはいつも、私の斜め上を行くね。そうかな。まあ、そんなわけでまず紹介していく道路標識がこちら。よく見るやつ。これはいわゆる警戒標識と言われる道路標識の一つやな。こんなのとかいろいろ見たことあると思うけど、国内含めていろんな種類があるので見ていこう。おっすっす。まずこれ。お猿さん。地域によって、いろんな動物がいるから警戒標識も、地域特有のものとなっているが、警戒標識だけで、かなりたくさんの種類がある。ヤドカリやカニまであるのか。個人的に気に入っているのがこれ。リスさんリアクション良すぎだろ。まさに車にぶつかる直前のリアクションよな。コミカルな表現を使った動物の標識は珍しい。まあ当然の話なんやけど、警戒標識は動物以外の危険を知らせるものも多数ある。例えばこんなの。落標注意なんて、初めて聞いたよ。これは、近くにフンベの滝という滝があって、冬場になると凍って、道路に落ちることがあるそうな。なるほどな。あんまり見ない系の道路標識だと、こんなものもある。ああ、でもこれはあるはずだよね。こちらは、山形県の山形新幹線及び、奥羽本線のとある踏切。在来線に新幹線が走るのは珍しいらしい。特急とは違うの？まあ私も鉄オタじゃないし、詳しくは語れんので、そこら辺は各自調べてくれ。うっす。では、ここで一つクイズを出そう。なんだなんだ。この道路標識は、何の道路標識でしょ？なんだこれは。まあ楽譜なんかで見る、あの記号ですな。あの記号だね。それはわかるよ。音楽家が通るとか？ブッブー。わかるかこんなん。正解はメロディーロードでした。なんだよそれ。メロディーロードとはその道を走ると、音楽が鳴る不思議な道路。よくわからん、iPod でも埋め込まれてるの？というわけで、メロディーロードを見ていただこう。おっすっす。曲は、残酷な天使のテーツェです。どうぞ。ちょっと聞こえにくいかもしれんけど。こんな感じ。これどういう仕組みなの？これは、道路に溝が掘ってあって、その溝の幅によって音の高低を表現して、メロディーを再現するという道路や。ちなみに、一定の速度でないと、ちゃんとしたメロディーになりにくいので、交通安全にも一役買ってるとのこと。いや、これはえも言われぬえもさ。すげえよな。ちなみに日本のあちこちにあるらしく、YouTube にも動画がたくさん上がってるので、みんな見てみてくれ。あいよ。お次は海外編というわけでまずはこれ。牛が落ちてくるの？せやな。どうやって気をつけろという話やけど。これは、もう落ちてきたら諦めるしかないな。まあ、落ちてる牛に気をつけろという意味合いだと思うけどな。さらに牛といえばこんなものも。キャトルミューティレーション。こういうのって、今の若い子にイメージ伝わるのかな。昔は、UFO に牛が連れ去られるのが定番だったよね。いや、まあ私にもよくわからんけど。確か、ゼルダの伝説にはそんなシーンがあったな。しかし、これは本当に何に気をつければいいんだ。さあの、お次はこれだ。何これ？直訳すると、車の下にペンギンがいないか確かめて、かな。かわいい。南アフリカやニュージーランド、オーストラリアに見られる標識とのこと。あ、でも南極昭和基地にもあるんやと。ほえ、ちなみに、ニュージーランドにはペンギン専用の通路があるんやって。これはいいね、したくなるね。では最後にこれだ。いや、怖い怖い何これ。落ちてくる人に気をつけろ。集団自殺スポットかな。ではなく、これはバンジージャンプの下に取り付けられた警戒標識やな。ああ、なるほど。というか、そんなに地面スレスレなバンジーなのだろうか。まあ紐が切れても危ないし、紐が切れる前提のバンジーとか嫌だな。なんなら、この標識にぶつかるとかありそう。最後なのに怖い話やめてください。というわけでお送りしてきました、へんてこな道路標識。いろいろな理由で取り付けられた道路標識、いかがでしたか？みんなは道路標識を守って、交通安全に努めような、あかねちゃんとの約束やで。
というわけで今回はこんなところで、まったの。お願いだから開けてよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。